の山リゾートに戻って1日目。この雰囲気に精神がかなり癒される。そんな中、Tに呼ばれて行ってみると、得体の知れない何かしらを切っている。子供たちを学校へ送っていった後に、コーヒーとクレープでゆっくりすることにした。これは庭に咲いてるハイビスカス科のロゼルの花で作ったジャム。パームシュガーやココナッツシュガーを使って作るので、血糖値が緩やかに上昇して、心にも体にも安心。一般的にコーヒーの花は1年を通して咲くことがあるそうだが、今は収穫の時期なので、こうして咲くのはびっくりした。これはグアバの木。グアバの実は蝶々が大好き。蝶々に穴を開けられる前に袋を買ってきてかぶせないとねって言ってる。